あなたのホビーにカメラ技術をプラスアルファ、アルファホビー部。はい、矢沢さんです。こんにちは、どうもありがとうございます。はい、お疲れ様でした。どうでしたか、ZV-10Max。いや、だいぶ劇的な進化で、ね、はい、別のカメラといっても過言ではないかなっていう感じですね。はい、今日は矢沢さんとゆっくりお話しする時間があって、カメラトークであったり YouTube のトークであったりとか、まあいろいろプライベートのことも含めてお話できて、まあ当然ね、こういう機会じゃないとお話できないので、まあ新商品が出るね、めでたい機会にこうね、一緒に体験できるっていうのが本当にありがとうございました。やっぱ私も非常に好印象でした。最初昨日のライブやった時には、まあね、ちょっとやっぱ値段のところにね、こう重きを置きがちなんだけども、やっぱそれなりに順当、金額も含めて順当にバージョンアップしたカメラなのかなっていうのは正直やっぱ思いました。はい、どうですか。いや、なんかさっきちょっと、お話ししたスタッフの方とお話ししたんですけど、はい、まあ、やっぱり値段のところは引っかかるとは言いつつも、まあ、進化としてはね、正常進化だと思いますし、スペックと見合わせて、スペックとまあ比較したときに、はいはい、まあ、十分見合ってるかなというところ、はいはい、基盤がアルファ7の方と同じなんですね。だから40万円のカメラに積まれている基盤が、あ、なるほどなるほどなるほど、まあこれに積まれて15万円、うん、で安くないですかと言われました。もう色味が全然違いすぎて、ね、もう別物でしたもんね。はい、はい、もう、ハイライトの出方がもう、うん、雲泥の差って言ったらあれですけどね、だいぶ違う。委員長の比較がすごく参考になりました。中程を褒めてみてください。ありがとうございます。はい、ね、矢沢さんの方にもね、ちょっと私出させていろいろ喋らせていただきましたけども、なんかあと他にこう大きさとかその画質以外になんか気になるところとかありましたか。うん、気になるところ、そうだな、でも全体的に操作がすごく楽になってるっていう、タッチ操作もすごく、はい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 、縦位置、ああ、そう、縦位置ですよね、うん、はい、今やっぱり縦動画がすごく流行ってる、はい、それに対応したっていうところと、やっぱりただ縦になってるだけじゃなくて、それが縦動画として取り込めるっていう、はいはい、そこはすごく大きいかなと思いますね、はい、うん、なるほど。やっぱそこの部分はね、ちょっとお話ししてますけど、完全に動画寄りの機種だっていうのはもうね、使ってみて思いましたよね。はい、まあ、そう言っても写真もバカにできない。もうあの映像だったらね、全然こうセカンドマシン、サブマシン、エマージェンシーティーとして一応に役に立つっていう感じでしたもんね。画素数もね、少し。そうですね。うん。はい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 。回ってます。はい。で、連写も結構効くし、はい、まあ、全然スチールカメラとしても、まあ、そんなに遜色がない。はい、なるほど。他には何かありますか。他にはないですか。いや、でも何だろうな、けどこの手のタイプでニコンの機種はないんですよね。 Z30 ではないんですよね。 Z30 はどちらかというと6700とか6600とか6000シリーズ系になっちゃうんですよね。でもあれはファインダーもないので、ああ、けどそうか、そうするとこっちに近い。ああ、そうなんです。けど値段ももうちょっと向こうの方がします。あ、けど同じぐらいになっちゃったのか。同じぐらいになってると思います。ああ、はいはいはい。使いやすいですけど、もうちょっとシンプルかな、これに比べると。あ、そんな感じなんですね。私ちょっと使ったことないんで分かんないんですけど。なるほどね。やっぱソニーは S シネトーンとか、はいはいはい、カラーサインですごくこだわって、今回すごかったですね。説明でもめちゃくちゃそこの部分を押されてましたもんね。あとラットインポートできるんですよ。はい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 、はい、もうラット当てた状態で撮れたりとかするので、なんかかけるとかなんかついてるね。ダブルでできるとかもね、ちょっと今日そんな余裕もなくちょっとやっちゃいましたけど、はい、私もただ撮って目いっぱいそこでアップアップでしたけど、細かい部分できなくて。だから映像をちょっと凝ったことやりたいな。はいはいはい。早アマチュアの方でも。そうですね、十分対応できますよね。で、結構熱もかなり良さそうですからね。FX30 とまではいかないでしょうけど、それに近い形で長回しもできるみたいですし、130分連続とは歌ってるみたいですね。そこもやっぱ Z バッテリーも含めてそういうところの相性もね、いいんじゃないかなっていう感じはちょっとやっぱ今日触って思いましたよね。はい、ありがとうございました、ね、今日は、うん、はい、じゃあまた次回お会いしたらよろしくお願いします。どうもさよなら。